放射性物質のセシウム137とストロンチウムが1日約計600億,ベクル600億ベクレル出ていると報告されておられましたがあのそれに関して何か東京電力から評価なりありましたらよろししくお願いしますえ特にございません分かりました、えー、青山先生はそこで、えー、海に出ている汚染水の濃度は下げ止まっているが冷却水が汚染されるだけではなく原子炉建てや地下にたまる 水と溶油燃料が直接触れている可能性があるとも指摘されておられましたが、それに関しても、もし評価があれば。あの評価の内容等について、私どもとして特に、まあ、見ている状況でもございませんので、まあ、中身に対して、何のら申し上げるところはございません分かりました、ちなみにこれは IAEA だけではなく、あの青山先生は、規制庁の海洋モニタリング検討委員会第1回でも同じ指摘をされておられましたが。あの まず、論文の内容についてのご質問ということに関しては、あの私どもから今、お答えできるような内容ではないというふうにわかりました、では規制委員会の海洋モニタリング検討会についての指摘に関するご回答をよろしくお願いしますあのまず、今現在ですね、タービン建屋の地下等々、あるいは以前、 トレンチに入った水というものが、どういう素性の水なのかというと、これは溶融した燃料に触れて汚染をした水であるということは明らかですから、そのことについて、特にあのそうでないというような考えは持ってないです分かりました。これあの青山先生にに直接取材したのですが特に、えー 特にご自分で実績されたデータではなく、東京電力が日々発表しておられる5、6号放水口北側のデータをプロットしたら、見えてくることだとおっしゃっておられたのですが、東京電力として特に何の評価もないということですねあの。誤解してもらうとちょっと困るんですけれど、その、えー、論文等について今、私ども何か申し上げるところではないということです。で我々の方として、えーまあ、先般ももそうですけれどもあの放出量評価あるいは 最初、トリチウムをやらせていただきましたけれども、ストロンチウムやセシウムについての評価といったのことも、われわれとして行いましたし、そうした中で、地下水以降のプロセスと、それから海水の中での拡散のプロセス、両方の付け合わせを考えていくと、セシウムやあるいはストロンチウムといった各種に関しては、地下水以降のプロセスだけで考えていくということは、相当、入りと出の乖離が大きいと。 ようなお話をさせていただいていたただかと思いますでそうした中で、えー、これはあの極めて少量と、体積としては小さいけれども、えーまあ、トレンチと、何らか高濃度のものというのが、えー、体積としては少ないけれども、えー、直接漏洩しているというようなモードというのも考えに入れていかないと、うまく説明ができないんではないかというような、えー、概算の中での評価はしているところです。 分かりましたあの。これは論文ではなく、先ほども言いましたが、規制委員会での検討会でのご発言に関してです。では、あのえー、地下水が燃料に触れている可能性というのも、特に東京電力は現在、見ていないということですねあの。地下水が燃料に触れている可能性ということについて、どういう意味で申し上げるのかということですけれども、要は、あの 今地下水が汚染している元となっている汚染水ですね。これは当然燃料に触れた汚染水でございますから、あの何ら違和感はございませんが。わかりました。よろしいでしょうか。えいえまだあります。あの、えー、ちょっと別件ですが、以前、えー、クレーンが伏せていった件で、それの油圧のチェックっていうのはもうそろそろお勧めになった頃。